クリーミー豚骨シーフード気になるんでぶっ決めるしかない。毎回この3分とか5分がね、待てないんですよね。もう待てん。さあどうですか、こんな面構えしてますよ。ちょっと分かりづらいかな。とりあえず一口目いってみましょうかね。ぶっ決めていきましょう。クリーミー豚骨シーフードいただきます。いってきます。ちょっと豚骨、シーフードでもなければ豚骨でもないって感じかな。なんか濃厚、こってりしてるかな。うまかった。食べる前に想像した通りみたいな感じの味だったかな。カップヌードル謎肉まみれとイカまみれですよ。こんなんぶっ決めるしかないっしょ。すでに面構えがすごいわ。これすごいな。もういいかな。さあどうですか、こんな面構えしてます。やっぱこっちのパンチ力すごいね。イカまみれ、そこまでね、見た目のパンチ力ないな。さあ食べていきましょう。いただきます。ああやっぱうまいな、シーフード。イカの弾力ある。もう食べちゃった。さあどうですか、こんな面構えしてます。やっぱこっちのパンチ力すごいね。こっちはね、見た目テンション上がりますね。だいぶ入ってんな。うまい。これも間違いないね。めっちゃ入ってるわ。食べた。食べ比べしてみましたけど、テンション上がったのはね、こっちの方でした。